いや静かな曲だったから寝ちゃうかと思ったごめんねいやいやいや、でもこれをね熱唱するんですよね、あの人、今井正幸という男が。はい、今日は俳優今井正幸追悼番組として、飯田ジョージ監督と俳優松本拓海さん、通称リスト、一緒にやっております。さあメッセージいただいたよ。リスさんのツイッターから見て途中から聞いてます、もうこの曲かけちゃいました、ブルーハーツ青空っていうリクエストいただきましたけど、まだですよね、まあ、これもあの3時まで今日は監督とリスさんにいていただくので、3時の皆さんお帰りになる最後の曲としてかけようかなとは思っておりますけどね、はい、はい、もちろんかけますよ。ちなみに昨日もかかってました。はい、で昨日ね、豊岡日高町に行ってきたわけですけど、はい、沖縄行ってますね、本人行ってるね。ね、すごかったよね、なんかいろんなことがいっぱい起きて、でちなみにその病院の方にその、まあ、僕ら本当に近親者だけ呼ばれて、で今沖縄に行ってるメンバーとかは そちらへ行って今井さんと一応お別れの挨拶をして沖縄へ行くっていう風に顔が見れて、で僕らもその間に合う段階では呼ばれたんですけども、僕はたまたま仕事中でテレビの収録があって行けなかった、で監督はちょっと渋滞でギリギリ間に合わなかったみたいな、本当間に合わなかった2人だったんです僕ら。でもうこれはしょうがない、ちょっとやっぱり行こうと言って、そのあそこまで行ったんですよね、その日高町まで行って、でリスは電車で行ってたんだよね。そうです、現場、はい、ね、はい、で僕らは車で行こうって言って、葛川君と一緒に行って、で江藤君と4人で車に乗って監督の車でザーって行ったわけですよ。で途中多賀サービスエリアのレストインで、日本の誇る映画監督飯田ジョージを雑魚寝させるというここで寝るのっていう、そうですみたいな多賀のレストインでこんなとこあるんだっていう新鮮だった隣に知らない人が寝てるんだもん。そうですよ本当もうここで飯田ジョージ監督寝てるんだって思うんだけど、ちょっと笑えてくるようなすごい隣の人いびきうるさくてさ、はい、と思って見たら、うんうん、本人自分がいびきするの分かってるみたいで、はい、マスクして完全防備してんだけどそれでもうるさいみたいなこの人いつもいびきで苦労してるんだと思って多分何も言えないですよね、何も言えない本当にそんなんでしたけれど、いやそれで一応ね向こうへ行って、さあと思ったんですけども、12時半から式が始まるっていうことで、リスがもう12時に着いた時に一回今井さんとお会いできて、で外で待ってる時に僕らはちょっと渋滞してて、すっごい渋滞、中国道が渋滞してて結構ギリギリになっちゃったのね。そしたらもう中入れなくて、あこのままお別れの挨拶ちゃんとできないんじゃないかなっていう一瞬不安になって、って言ってるうちに、まあ僕らちょっとって言っても本当にその中近親者のメンバーだけみたいな形はあったんだけれども、で出棺の時に雨が降り始めてね、はい、晴れてんですよほぼ、そこだけポコンと雲が来て、そこだけ粒の大きな雨がパーッと降り出して、で出棺して行っちゃったら止んだんだよね。あれもすごかったよね。でその日にキャストは沖縄に向けて旅立っていったわけですね、はい、その旅立っていったキャストが乗った飛行機の機長が何だって、今井機長と、はい、今井忠さんという方ですかね、ね、はい、今井機長の飛行機だったっていう、はい、で主役の重松の席番号が、はい、54ですね、今井さんは去年54歳ですからね、はい、ちょっとすごいいろんなものがねこう重なってるっていうか、あやっぱ今井さん沖縄行ってるねっていう話を監督で今してたんですけどね、うん、ね、あの今井がね、はい、まあ、不思議な話ってのはまれなんだけどさ、はい、今井がマリニンモノシアターでね、俺がロス行った時やってた時も、はい、いろんなね不思議なことが起きたって言って、うん、劇場で、はい、まあ、それがちょっと俺今井といろいろ話をして、はい、まあ、ある人にこう巡り合わせてくれて今井が、うん、でそっからナイトヘッドっていう話が生まれたみたいな経緯があって、そうなんですよね、すごい繊細なこう感覚を持ってらっしゃる方だったので、そういうスピリチュアル的な何かこうねパワーっていうものをねいつも大切にする方でしたよね、はい、うん、で必ず
そのウィンズ・オブ・ゴッドをやる前には靖国にお参りに行くっていうのもやったり、神棚をちゃんと作ってから劇場でね、劇場の楽屋の時には神棚ちゃんと作ってとかってね、そういうのもちゃんとやって、きっちり本当にあのみんなを引っ張っていってくれた今井正幸でしたけれどもね。はい、さ あ, あそんなあ今井さんですけれども、結構ね、いろんな曲好きだよっていうのが いろいろあったんですけども、この曲はね、僕の車の中で、たまにかかったんです。そうすると勝手に手伸ばして勝手にボリューム上げて聴いていたというのがあった僕の思い出の曲なんですけれども、坂本龍一さんのメリークリスマスミスターローレンス。